本日ご紹介するギターはこちら、ギブソン SJ200 スタンダードのご紹介です。アコギ界のキングとも言われ、ギブソンアコースティックギターの中でフラッグシップモデルとして大変有名です。近年ユーズド市場でこの J200 玉数がかなり少なくなってきております。おそらくお探しの方も多いのではないでしょうか。ぜひ良質な J200 お探しの方、最後までご覧いただければ幸いです。そして動画の最後ではプライスも発表します。皆さんご存知の通り、今アコースティックギター値段が年々高騰しております。このギブソンも今年値上がりしております。参考までに現行の J200 スタンダードの新品価格ご存知でしょうか。75万6800円です。なかなか手が届かないという方もいらっしゃるかもしれません。しかし今回こちらのモデル、ユーズドということもありまして、もしかしたら手が届く金額かもしれません。ぜひこの動画を最後までご覧いただき、ビビビときましたらご自身の直感力を信じてお早めにお問い合わせしていただくことをお勧めします。このチャンネルはこういった価値のあるギターを紹介するアコースティックギター専門チャンネルです。今アコギを探しの方、アコギが青春の全てだったという方、これからもたくさんのアコギを紹介しますので、お見逃しないようにチャンネル登録しておいてください。ではこのギターのスペック、コンディション、サウンド、プライス、ご購入方法をギュッとまとめてお送りします。ボディ形状は約17インチのジャンボボディ、迫力ありますよね。ギブソンの人気モデル J45 と比べてみます。サイズの違い分かりますでしょうか。カラーはアンティークナチュラルでオールラッカー塗装、トップ材質とかスプルース、ギブソンのフラッグシップモデルということもありまして、綺麗な材を使用してます。特にこの木目が細かいのが特徴です。そしてサイドバック、フレームメープルです。いかがでしょうか。このメープルならではのトラ目がしっかりと浮き出ています。木目フェチの方にはたまらないのではないでしょうか。ネック、メープルとマホガニーの3ピース、ネックにもしっかりとトラ目が入っています。指板、ブリッジはローズウッド、スケール約647ミリ、ブレーシング、スケロップデックスブレーシング、ナット幅約44ミリで、シェイプは薄めのかまぼこ型になります。太いネックが苦手という方にも弾きやすいネックシェイプです。では装飾を見ていきましょう。ペグはグローバーのゴールドペグ、ヘッドにはクラウンインレイとギブソンロゴ、ポジションマークにもクラウンインレイが輝いています。ピックガードは厚めのラージピックガード、J200 といえばこのおひげの形のムスタッシュブリッジ、アコギ界のキングにふさわしい豪華な装飾です。このギターには標準でフィッシュマンのピックアップが搭載されています。約5万円相当の高性能なピックアップです。ライブをする方、レコーディングする方にも即戦力になります。サウンドレビューではアンプに通して音もレビューしますので楽しみにしておいてください。では気になるのがコンディション、主にマイナスポイント2点あります。ヘッド付きたクラウンインレイの上あたりに小傷、ボディトップこのあたりに打痕傷がありましたが、こちらは当店でしっかりとリペア済みです。こうして近くで見ると分かりますが、離れて見るとあまり目立ちません。綺麗にリペアされています。その他多少の小傷やペグのくすみ、使用感は若干見受けられますが、目立つような大きな傷、ダメージ、リペア歴はありません。製造から10年経った個体と思えば大変綺麗なコンディションだと思います。ストラップピンの増設もありません。フレットは7割以上残っており、当面リフレットの必要性はありません。ネックのコンディションも抜群です。まっすぐで元置きもありません。トラスロットにも余裕があります。現行は12フレット6弦側、約 2.3mm、 1弦側で 1.8mm と標準よりやや低めのセッティングで非常に弾きやすいです。サドル山もまだありますので、お好みで弦高調整が可能です。そしてギターの要とも言われますこのナット、サドルを前のオーナー様がオイル漬けの牛骨で新規交換しております。純正のタスクと比べますと芯のあるサウンド、まとまりのあるサウンドに仕上がっています。サウンドレビュー楽しみにしておいてください。以上のように外見のみならずプレイアビリティも大変良好な個体です。いくら高級ギターでもこのプレイアビリティ、演奏性に問題があれば決していいギターとは言えません。
このプライビリティに不安を感じる方、過去に通販でギターを買って失敗した方、遠方の方にそうせずに買うのが不安だという方にも安心してご購入いただけます。私が自信を持っておすすめするギブソン J200 です。ではお待たせしました、サウンドレビューです。アコギ界のキングと言われたこの J200、 一体どんなサウンドがするんでしょうか。ぜひお聞きください。どうぞ。ありがとうございます。いかがでしたでしょうか。さすがアコギ界のキング、良くなってますよね。では私なりの解説を少しさせていただきます。まずこの低音から聞いてください。いかがでしょうか。こののぶとく深い低音しっかり鳴ってますよね。お腹にビンビコビンビコしっかりと伝わってきます。そして中高音です。
かがですか。このメープルならではですね、この硬質で144の粒立ちの良さであったりとか、あとはこの中高音のきらびやかさ、これは J200 ならではのサウンドだと思います。 J45 やハミングバードなどのマホガニーには出ないこのメープルならではのサウンドだと思います。ここで皆さんにお知らせしたいのが音量です。このジャンボボディ、ボディが大きいので音量もでかいんでしょと思われがちですけども、実はそうでもないんですね。音量的には通常のドレッドノートとあまり大差はないかなと思います。え、こんなに大きいのにならないのと思う方もいらっしゃるかもしれません。そこが面白いところなんですよ。このアコースティックギターっていうのはボディが大きいから大きい音が鳴るというわけではないです。もちろん鳴るギターもあるんですけども、この J200 は実はそうでもないです。 J200 をお持ちの方でしたら、あ、わかるわかると思う方もいらっしゃるかもしれませんが、この J200 はサイドバックがメープル材です。このメープルというのは硬い材なんですね。硬い材ということはですね、もう先ほどお伝えした通り、この硬質でシャリーンとしたサウンドが特徴的であって、すごく美しい綺麗なサウンドなんですけども、その反面ですね、硬い材ということは振動がしにくいというデメリットもありますので、意外とですね、この大きな音が出るというわけではないんですね。ですので音量的には普通です。そしてですね、この J200 案外ですね、鳴る個体結構少なかったりとかします。これ J200 お探しの方とかお持ちの方とか、前に持ってたけどあんまり鳴らなくて手放したという方もきっと多いと思います。しかしですね、この J200 は良くなってますね。この良くなるという定義っていろいろあると思うんですよ。最終的には人それぞれの好みだとは思うんですけども、そこをあえて具現化させていただきますと、これはあくまでも私の見解になります。良くなるギターの定義、主に僕は2つあると思ってます。まず1つは音抜けの良さ、そして2つ目に低音です。低音の深さ、この2点が良くなるギターの定義だと私は思っております。よくですね、ギブソンだとこの抜けが悪いギターもあったりするんですね。でもこれがですね、必ずしも悪いっていうわけでもなく、言い方を変えればちょっとブルージーだったりとか、鼻をつまんだ音とか言ってですね、結構このブルース系なんかにはそれがあえて味になったりとかするので、決して悪いというわけではないんですけども、私の定義ではやっぱり抜け感がいいギターをなりがいいと思います。そして2つ目の低音の深さです。やっぱりですね、いいギターはですね、低音が深いです。ここで中高音のきらびやかさじゃないのと思う方もいらっしゃるかもしれませんけども、実はですね、このアコースティックギターっていうのは構造上、まあ、この中高音っていうのは弦が細いっていうのもあるので、このきらびやかな音って結構安価なギターでも出やすかったりとかするんですね。しかしですね、低音の深さっていうのはやっぱり違うんですよ。いいギターにしか出ない深みというのがあったりします。ですので私の定義はこの音抜けの良さ、そしてこの低音の深さがいいギターの定義だとすると、この J200 は良くなってると思います。製造から10年経ってますので、材の乾燥というのも相まってると思います。そういった意味でですね、この J200 というのは私的には当たり答えだと思います。そして弾き心地なんですけども、ジャンボボディなんで弾きにくいんでしょうと思われる方もいらっしゃるかもしれません。実はですね、案外そうでもないんですよ。このジャンボボディはくびれが深いじゃないですか。そうしますと、こうして抱えて座って弾いた時に、この太ももにですね、収まりがいいというのもですね、この J200 の特徴なんですね。収まりがいいので、案外ですね、ここの肩の部分、ドレッドノートとあまり変わらないぐらいの弾き心地です。そしてナット幅が約 44mm と幅広ではありますけども、シェイプがかなり薄いです。普段ですね、 43mm ぐらいを使っている私でも違和感なしに全然弾いていただけますので、手が小さい方、太いネックが苦手という方にも弾きやすいと思います。案外ですね、女性の方でもですね、この J200 弾いてる方いらっしゃいますけども、あえて僕はすごくかっこいいなと思いますね。皆さんがこの J200 を手にしたらどんな曲弾いてみたいですか？私はですね、この J200 といえば、まあ、いろんなアーティストの方いらっしゃると思うんですけども、僕はですね、 J200 といえばこの方、特にこの曲大好きです。ちょっと弾いてみます。忘れてしまいたいことや
どうしようもない寂しさに包まれた時に男は酒を飲むのでしょう。といった感じで思わずお酒を飲みながらですね、弾きたくなってしまう、そんな曲です。川島英五さんも生前このナチュラルの J200 よく弾いてましたよね。皆さんでしたらどんな曲弾いてみますか。あの青春時代大好きだったの曲、この憧れの J200 を持って思いっきり弾いてみてはいかがでしょうか。ぜひこの J200 にまつわる思い出話、今日の感想、ご意見、俺こんな J200 持ってるよとか、あの J200 あんまりならなくてすぐ手放したとか、いろんなエピソードあると思います。ぜひコメント欄にシェアしてみてください。私だけではなくですね、この動画を見ている多くの方があなたのリアルなコメントすごく楽しみにしております。お待ちしてます。ではプライスの発表です。こちら2013年製ギブソン SJ200 スタンダード、価格は49万5000円税込みでのご提供です。いかがでしょうか。これだけ綺麗なコンディション、そして素晴らしい鳴り、こんな SJ200 めったに出てくることはないと思います。ぜひ当たりの J200 をお探しだった方、今回の動画を見て心が震えた方、何度もお伝えしております、ギターも人と同じで一期一会、憧れのギターを手にして今よりもより充実した時間を過ごしてみませんか。ご購入のお問い合わせ先は当店の LINE、 メール、お電話で受けたまります。在庫状況につきましては概要欄、コメント欄に記してありますので、そちらを確認されてからお問い合わせください。お問い合わせお待ちしております。ということで本日の動画いかがでしたでしょうか。ぜひ動画の感想、ご意見がありましたらコメントいただけますとすごく嬉しいです。そしていいねの高評価ボタン、チャンネル登録もポチッとお願いします。皆さんにお知らせがあります。当店はおっとりーや公式 LINE 好評配信中です。このおっとりーや LINE では当店に入荷したギターをいち早くお手元のスマホにお送りしますので、今アコギを探しの方、アコギが大好きだという方、ぜひご登録をお勧めします。ご登録方法はこちらの QR コード概要欄にありますのでチェックしてみてください。もちろん登録費用は0円です。ということで本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。当店にはまだまだ販売を控えているギターがこんなにあります。ここ以外にもまだまだあります。この中に今あなたがお探しのギター、憧れだったギター、夢だったギターがあるかもしれません。今後のおっとりーやチャンネルをお見逃しないようにぜひ楽しみにしておいてください。今日の青シャツどうですか、似合いますか。ぜひコメント欄に感想、ご意見お願いします。ということでまた次の動画でお会いしましょう。本日もご来店ありがとうございました。